暗い、見えぬ。この黒いの、意味、あんのか。ねえよ。いらねえ、そういうの。意味ねえ、全部。それは、ある国のお話。かつて、その国には、光の魔法使いがいた。民が願うと、魔法使いは、光をもたらした。光は草木を育み、田畑を潤した。民は笑顔になり、国には平和が訪れた。そんな、ある日のことだった。闇の魔法使いが現れたのだ。というわけで、私、今度のイベント欠席で。ああ、そっか。仕事なら仕方ないよな。ライブ、頑張ってくれよ。残念だね。ま、そうと決まったら、気持ちを切り替えるしかないよな。聞いてもいいっすか？イベントって、どんなことするんすか？後でプロデューサーが詳しく話してくれるみたいだけど、ランタン祭りって言って。願いを込めたスカイランタンを夜空に飛ばすんだって。ランタンが飛ぶすか？私もよくわかんねえけど、そうらしい。私たちは事前の準備から参加することになるって言ってたな。ボランティアの一環なんだっけ？川のお掃除をしたり、ランタン作りのお手伝いもするみたい。ランタン作るすか？面白そうっす。楽しみだよね。それからアマナたちはランタンを飛ばす前にステージでパフォーマンスをさせてもらうんだよ。へえ。イカルガルカさんですよね。はじめまして。私、大崎アマナって言います。これからよろしくね。ああ。事務所のこととか、わかんないことがあったら。留守。話しかけんな。ちょっといいっすか？ダンス、すごいって聞いたっす。どんなことやってるっすか？見てみたいっす。あ、朝日。プロデューサーに用事とかだったんじゃ。そろそろ来ると思うんですけど。さっきはごめんなさい。不愉快な気分にさせちゃったよね。じゃあ、私もそろそろ。おかえりなさい。天下ちゃん、ただいま。
なあちゃん。ん？どうしたの？天下が今やってるゲーム、わかる？前言ってたやつだよね。ライト&ダークネス、だっけ？それ。魔法を使うやつで、ストーリーもちゃんとあって。どんなお話なの？今、あらすじ読むね。それは、ある国のお話。いらねえ、意味ねえ、全部。光の魔法使いは解放された。光と闇の魔法使いはいつかまた会うことを約束して旅に出る。お話に今ので伝わったかな？めっちゃ面白そう。それでね、そのゲームで天下お友達できたかも。すごい。よかったね。なあちゃんは今日のイベントの打ち合わせどうだった？アマナたちがやることのお話とかいろいろとしたよ。そっか。イベントうまくいくといいね。飲み物は？今日暑いじゃん。いらない？ついてくんな。あいつらと仲良しごっこでもしてろ。いや、イベントとかは私には関係ないから。暑苦しいのとか嫌だし。そんなもんかよ。思った通りの事務所。それじゃあ第2回打ち合わせ始めようと思う。はいさん。はい。いきなりで悪い。私から一つ提案したいんだけど、いいか？ランタン祭り、ルカさんに見に来てもらうのってどうかな？イベントのステージでパフォーマンスしたい楽曲があってさ、これなんだけど、プロデューサーにお願いしてルカさんのステージの映像を貸してもらったんだ。大会の映像なんだけど、他でもこの楽曲で踊ってる。きっと得意なんだと思う。そうしたらルカさんと同じこの曲で。だからみんなでこれをやってみたらどうかなって。ルカさんを呼ぶのはすごくいいと思う。でも
余計嫌がられちゃったりしないかなってちょっと心配かも。うん、そう思うこともあるかもしれないけど。でもすごいダンスなんすよね。その映像見たいっす。うん、私もルカさんの映像見たいな。うん、よし、じゃあとりあえず見ようぜ。話はその後だな。ここにアイテムあるよ。あ、ほんとだ。助けられちゃった。了解。やった、最高点更新。Aちゃんの方がうまいよ。うん、イベント、これってすげえ、レベルが高いってもんじゃなかったな。すごいっす、私やってみたいっす。そうか、マノとアマナはどうかな。本番までそんなに時間あるわけじゃないし、無理はさせたくないんだけど、私はできるならやりたい。頑張る。上位はどんなアイテムもらえるのかな。魔法、光と闇どっちがいいかな。神は光を求めた。光に触れた木々は葉を茂らせ、川の水は清らかに澄み渡っていった。そして畑は豊かな作物で満たされていった。挑戦してみたい。アマナもチャレンジに賛成だよ。うん、みんなサンキュー。うん、何ですか。そりゃやりたいって言ってくれたからさ。ふん、チュリちゃん、うん、どうかしたか。ううん、やりたいことがあるっていいなって。ああ、そうだよな。まあルカさんもまだ来てくれるかわからないけど。いつ練習するっすか。早くやってみたいっすよ。すげえ張り切ってるな。けど朝日の言う通り、練習は早く始めた方がいいよな。だね。でもその前に清掃ボランティアもあるから。あ、悪い、いろいろ言い出しといてあれなんだけど、そっちは私予定合わないんだ。そうなんだ。了解。大丈夫だよ、そっちはアマナたちに任せて。ハイスーン。
そうなんだ。闇は意味ない。かわせ。朝日ちゃん、いくら長靴だからって入っちゃダメだよ。今日は遊びに来たんじゃないからね。ちょっとだけでも遊びたいっす。冷たくて気持ちいい。面倒っすか？だからこんなに綺麗なんですね。生き物、どこっすか？探すのは後でにしようよ。アサヒちゃん、終わったら一緒に探そう。はい、スー。お日様、眩しい。そうじゃなくて、ここの現場も楽しいです。でも今日からゲームのイベントあって。それもします、できたら。こういう岩場が怪しいっす。後でにしようって。まだゴミ拾い終わってないんだよ。確かにさっきその辺で何か動いてたかも。生き物いるかもしれないね。アマナちゃんもなんか見つけるっすよ。すみません。そうなんですね。はい、素敵なお祭りになるように頑張ります。やったっす、ザリガニっす。ステップからトトン、
外来種。うん、暴れて逃げちゃったっす。外来種って良くないんですか？うん、生態系って変わっちゃ、そうっすか。でも外来種も生きてるっすよね。闇の魔法使いは手負いだった。国と民は闇の魔法使いを忌み嫌い、遠ざけた。なぜなら、遅れた。全然連絡してなくてごめん。うごめん。お仕事あって、その後打ち合わせとかお茶誘われて。なんか最近流行ってるお店、パンケーキとかの。あれ、 A ちゃんラグかな。あ、戻った。暑苦しいのとか嫌だし。闇は嫌われるべきもの、闇は良くないもの。闇は不吉なもの、闇に価値はない。ふい！田中さん。どうも。うん。
そんなに身構えなくても何もしないし。え、いやい。隣のスタジオって聞いたからいるかと思って。今日は収録？番組で。わあ。ふい。あ、そういえば、なんか新しいゲームにハマってるらしいじゃん。はい。けど、その話、どこで？風の噂？そっか。ゲーム、見る？うん。これ。スマホのゲームか。天下はパソコンの方がやりやすいから、パソコンでやってて。でも、スマホでもできる。A ちゃん、ログインしてる。友達？うん。いつもチャットでお話ししてて。ガンバ。ありがとう。さて、私も戻らないと。天下のスマホ。すごい鳴ってるんだけど。できたっす。これが空に飛んでいくっすね。いや、これだと天井に穴が開いてるから飛ばないんじゃないか。竹で骨組みを作ったら、こうですか？はい。丁寧に。ここに願い事を。方の願い事が光になって空に。そう言われるとなんだかプレッシャー感じてきたな。はい、頑張ります。今度こそできたっす。願い事書いていいっすか？それは当日じゃないか。いいんですか？じゃあ、私もなんか書こうかな。チュリちゃん、どんなお願い書くか聞いてもいいかな？いざ書くとなるとすぐ出ねえな。みんながお祭りを楽しめますようにとか。みんなが
難しいよな。ちょっとしたコツがあるみたいなんだ。私と一緒にやろう。ごめんなさい、わかんないです。闇は嫌われるべきもの、闇は良くないもの、闇は不吉なもの、闇に価値はない、闇に価値はない。忌み嫌われた闇の魔法使いだったが、闇の魔法使いもまた人と生きることを拒絶し、闇に姿を隠した。光の魔法使いはその姿を憂い、闇の魔法使いに手を差し伸べようとする。しかし闇の魔法使いは言った。めっちゃ難しいね。とっても複雑だなって。特にテンポアップするところは。問題はそこだよな。で、朝日はなんでできるんだ？なんでって、映像を見たまんまやってるだけっすよ。すごい。朝日、コツみたいのがあったらみんなに教えてくれねえかな。テンポアップとダウンのところ、どうしてもそこから少しずつずれてくんだよ。って言われても、なんか早くなってくるときはグーンってなって、遅くなるときはスーって感じすかね。グーンとスー？もしかしてテンポアップが上がってテンポダウンで下がるってことか？はいっす、そんな感じっす。もう少しわかりやすいと嬉しいかな。なんとなくわかったような気が。私もどう言葉にしたらいいかわかんねえけど、まずは私がやってみていいか？その後みんなに教えるよ。あ、はい、お疲れ様でした。メッセージ開かなきゃ。今日はこんなとこか。昨日よりは前に進めたかな。うん、でももう少しペース上げた方が安全かも。だな。都合がつく限り夜も集まろう。ジュリちゃんありがとう。アマナも予定合わせるよ。私もっす。みんななんかごめんな、無理させちまって。あ、朝日は中学生なんだからほどほどにな。
ちなみにルカさんに声かけとかは？それがタイミングが合わなくてまだなんだ。なんとか声をかけてみようと思う。いい返事くれるといいな。ごめんなさい。スマホ開いたらすぐ呼ばれて。お仕事で。ごめん、今日も遅れちゃったけど、今帰ってるから。そんなことない。天三郎も頑張りたい。ごめんね。イベント、あ、そうだ、今度近くでイベントあるよね。ランタン祭り。そっち？ただいま。ランタン祭り楽しそうだよね。だよね。あと家着いた。準備できたよ。おはよう、天花ちゃん。お、なーちゃん、おはよう。何かあったの？あ、うん、前、なーちゃんに話したゲームで。そっか。でも、天花ちゃんはお仕事だったから悪くないよ。それに、A ちゃんも分かってくれたみたいだし、大丈夫じゃないかな。うん。ゲームのイベントっていつまでなの？もうすぐ。でも、ランキング、まだ下の方で。天花がちゃんと。できてたら。天花ちゃん。きっと大丈夫。だって天花ちゃん頑張ってるもん。だから絶対いい方向に進むよ、なーちゃん。イベント最後まで頑張るね、 A ちゃんと。なーちゃん、ありがとう。うん。なーちゃんたちは、イベントの準備、どう？アマナたちも。うまくいかせるよ。
みんな頑張ってるもん。そっか。お疲れ様。よし、今日は最後の打ち合わせだな。ルカさん、お疲れ様です。ちょうどよかったです。お話ししたいことがあって。今度ランタン祭りがあって、そこで私たちのステージがあるんです。それをぜひルカさんに見てもらいたくて。はあ、なんで？それはルカさんの歓迎会的な感じで。歓迎。何言い出すかと思えば歓迎。何するつもりだよ。それはルカさんがよく使っている曲で、ルカさんのダンスをみんなで披露します。ダンスね。傑作だよ。誰が行くんだよ、そんなもんに。ルカさん、歓迎されたいなんて思ってねえ。てめえらで勝手にやってろ。でもこれから一緒の事務所で活動していく仲間になるから。ルカさんのダンスすごいって思って、みんなめっちゃ頑張ってて、だから絶対見てもらいたいの。知るか。私には関係ねえ。こんな事務所仲良しごっこでもやってろ。でもそんなもんいつか終わる。いつか消えんだよ。全部いいね。ルカさん。待ってくれ。あと何人？了解。うわ、すごい、A ちゃん。ナイス。あ、ごめん、やられちゃった。ありがとう。ちゃんのおかげ。またドアの音、うるせえ。みんな。
すごい人たちばっかりだからついてくのに必死。そんなことない。他の人に比べたら全然ダメ。そんなことない。 A ちゃんはゲーム上手だし。明日は仕事早く終われるから行けるとこまで行こう。光の魔法使いは闇の魔法使いに手を差し伸べようとした。闇の魔法使いは言う、救済など必要ない。そんなある日のことだった。光の魔法使いはゾクトにさらわれ捕らえられてしまった。光の魔法使いはゾクトにさらわれ捕らえられてしまった。そしてゾクトたちの傷だらけの体を見た光の魔法使いはその時初めて知った。光は国の民全員には行き届かなかったのだ。おはようございます。はい。意味も ランタン祭り、はあ、来てほしいって。くだらねえ、そんなお遊戯会みてえなの。まあ私は別に行きたくなければ行かなくていいと思うけど。あ、
でもうるさいんだよね。毎日イベント用のダンス動画を送られてきて、念のため確認してほしいとかって。ルカさんのダンスの練習、おかしいところがあったら教えて、だって。バカじゃねえの。私もよくやるなって思うけど。じゃあお好きに。あ、そういえば今日はレッスン室空いてるから使えるかも。使いたかったらどうぞ。あ、飲み物いる？てめえが勝手に飲めって言ってんだろ。残念。お疲れ様です。ん？はい。今日ですか？天下は。天下は。大丈夫です。今のは、良かったよな。アマナも、いい感じだったと思う。揃ってきたっす。あと一歩ってとこか。細かいところの完成度を上げていかねえと。今日が本番前、最後の練習になるしな。撮影したの見てみようよ。だな。使ってんじゃねえかよ、あいつ。ねえ、ジュリちゃん。ルカさんを誘おうと思った理由、聞いても大丈夫だったりするかな？え、ああ。ハマってるもの。なんだろう。ハマってる。光は国の民全員には行き届かなかった。彼らは光を拒む者たちだった。光から目を背ける彼らは傷つけ合って生きてきた。そして
光の魔法使いを失った国に闇が訪れた。なんだあの動き、下手くそが。うるせえ。うるせえんだよ、どん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 。ドア？うん、閉まっててもさ、叩いてみないとわからないだろ、その部屋の中のことなんて。私ちょっと変に構えてた時期があってさ、それでもいろんな人が私のことを気にかけてくれた。迷いそうな時、間違いそうな時、いろんなことがあったけど、誰かがドアを叩いてくれたから今私はここにいられるんだ。ジュリちゃん、そういうことだったんだね。ルカさんが本当のところはどうかなんてわからないし、ドアなんて叩いてほしくないかもしれないけど、せめてこっちのドアはいつでも開いてるってこと伝えたくて。なんて簡単に言えば、私はルカさんと仲良くしたいって話なんだけどな。いよいよ本番だな、明日。うん、一緒に開けておけたらなって。私たちのドア。くだらねえ。クソが、恥ずかしくねえのかよ。うるせえ。やめろ。やめろっつってんだろ！だけなんだよ。期待してどうすんだよ。消えるもんに。うるせえ。
ありがとうございました。光の魔法使いを失った国に闇が訪れた。困り果てた国の民になすすべはなかった。こちらがスカイランタンスよ。どうぞ。後で皆さんで一斉に点火します。この表面に願い事を書いてくださいね。とここのランタン終わっちまったか。アマナ、あっちの方から分けてもらってくるね。え、お友達のアカウント消えちゃったの？うん。天下がイベント頑張れなかったから。仲直りってできないのかな。うん、連絡もうできない。そっか。そんなに簡単に終わっちゃうんだ。お仕事中にごめんね。お願い事があったら教えて。なあちゃん、暗い、息苦しくて全部意味ねえ。私行くどっちに。全部意味ねえ。待ってくれ。それでも私たちはやります。ルカさんには
遠く及ばないかもしれないけど、精一杯見てよかったって思ってもらえるように。うるさい音がする。どっち？しない、したくない。国が滅びに向かう中、そこに現れたのは闇の魔法使いだった。国の民はとうとう闇の魔法使いに救いを求めたのだ。闇の魔法使いは捕らえられた光の魔法使いのもとへと向かった。おお、浮いたっす。すげー、きれい。願い事が光になって夜空に。お願い事、思いつかない。動画送るね。動画？何のだろう。たくさん、天下のお願い事は、よし、私たちはそろそろステージの準備だな。はいっす。歌もダンスも頑張らなくちゃ。ルカさん来てくれるかな。うん、来てくれるといいな。なんだよ、お前。
そろそろだね。ワクワクしてきたっす。練習の成果出せたらいいな。ああ、きっと大丈夫。ルカさん、来てくれるかな？って、さっきもそんな話したよね。いや、うん。私も気になって考えてた。来てくれたら嬉しいし、それに、呼んどいて、恥ずかしいところ見せられねえしな。ジュリちゃんのポジションは失敗したら目立つっすから気をつけるっす。言われなくても分かってるって。ジュリちゃん、ルカさん、会場に来てくれていたらいいね。ああ、うん、見てくれてると信じて頑張ろう。来んなよ。行くわけねえだろ。そんなもん。殿下のお願い事は。おーい、そっちの片付けはどんな感じだ？必要なら手伝うけど。チュリちゃん、アサヒちゃん、ありがとう。あとは主催者さんたちにお任せしていいって。ライブ会場の方はどうかな？係の人にもう大丈夫って言われたすよ。じゃあこれで終わりだね。うん、みたいだな。ルカさん、来てくれたかな？ステージからは見えなかったっす。え？よくそんな余裕あったな。でも、そっか。うん、オッケー。お？今回来なかったとしても、それで終わりじゃねえだろ？これから時間ならいっぱいあるし。今日が始まりってことで。うん、これが始まり。光に乗ってみんなのお願いが叶いますように。また静かになった。やっぱりどうせ消えんだよ。何もかも消えんだよ。ゾクトと対峙した闇の魔法使いは
光の魔法使いの解放を求めた。すると族とは金貨を要求する。闇の魔法使いには金貨もなければ魔法を使う力も残されていなかった。しかし金貨より価値のあるものがあるという。闇の魔法使いは自らの腕を差し出した。この腕をやろう。族徒を見据える闇の魔法使いのその腕にはおびただしい傷があった。族徒たちは思わず目を見張った。闇の魔法使いは言う。この傷には価値がある。こうして生き抜いてきたからだ。族徒たちはしかし嘲笑うこともせず、ただ並行して立ち尽くしていた。なぜなら彼らの体にもまた同じように傷が刻まれていたからだ。闇の魔法使いは言う。この傷には金貨などでは測れぬ価値がある。世界は解放された。光と闇の魔法使いはいつかまた会うことを約束して旅に出るってお話に今ので伝わったかな。うん、めっちゃ面白そう。族徒たちは光の魔法使いを解放し闇に溶けていった。光と闇の魔法使いはいつかまた会うことを約束し旅に出た。導けば光の住人、救えば闇の住人。光きらめく手には炎が宿り光明を灯す。暗闇の手は戦いを知り闇を抱く者たちに手を差し伸べ新たな道を示す。導きの手を振るう。闇に潜む者を救う。昼も夜も常に隣に、常に隣に。イベントうまくいくといいね。うん。じゃあアマナはそろそろ寝るね。ランタン祭りめっちゃ頑張りたいから今のうちに体力貯めておくんだ。そっか、なーちゃん頑張ってね。うん。あ、それで光と闇の魔法使いはその後どうなったの？
それはこれからみんなでやっていくんだよ。そっか。きっと楽しくなるね。